はい、今日は絶対に太りそうなホットサンドを作りたいと思います。まずチョコを乗せ、次にマシュマロを乗せていきます。そして焼いていきます。両面しっかりと焼けたら切っていきましょう。いただきます。はい、今日はスキレットでアヒージョを作っていきたいと思います。オリーブオイルにニンニクを適量、塩を少々、エビ、イカを入れていきます。次にアサリを好きなだけ、サバ缶は1個丸々入れてしまいましょう。ちょっとほぐしながら入れるといいかもしれません。最後にマイタケを適量入れて煮ていきます。マイタケがしんなりしてきていい感じになれば出来上がり。はい、今日は朝から欲にまみれた朝ごはんを作りたいと思います。まずはハッシュポテトを焼いていきます。ちょっとスキレットが小さかったので2つは乗り切れませんでしたが、ロースハム、チーズを2回乗せてハッシュポテトでサンドして両面焼けたら出来上がり。切ってみましょう。断面はこんな感じ。いただきます。今日はなんかもう家にハムとチーズが余ってたんで、謎のおつまみを作りたいと思います。ハム、チーズ、ハム、チーズ、ハム、チーズと重ねていきます。塩コショウを振っていい感じに焼けた頃合いでひっくり返していきます。すごい美味しそうじゃないですか。裏面も焼いていきます。おー、こちらもめちゃくちゃ美味しそう。いいおつまみになります。シェアボタンを押して LINE の3番目の人と食べてみてください。それではいただきます。これで何も知らないね、ああ楽な空心配ない、終わりのない夜は甘いね、ああ闇はただ純粋で恐れて